18号では17号で組み立てたドループエルロンとフラップにモーターを取り付けます。今回付属するパーツです。最初に組み立てガイドの工程にはありませんが、モーターを取り付ける前にドループエルロンとフラップが16号で組み立てた左主翼下面に正しく取り付けられるか確認します。翼端側のピンと胴体側のワイヤーを溝に入れ、ドループエルロンとフラップがスムーズに動くか確認します。バリなどが残っていて少し引っかかるようだったらヤスリなどできれいに成形しておきます。スムーズに動くことを確認したら、フラップから出ているワイヤーの先端に半月の形を確認してパーツ01のモーターの軸を差し込みます。次にパーツ04の両面テープの片面の剥離紙をピンセットなどで剥がし、パーツ02のモーターホルダーの内側に貼り付けます。次に両面テープのもう片方の剥離紙を剥がします。次にドループエルロンとフラップを左主翼下面にセットし、へこんでいる部分にモーターをはめ込み、さらにモーターホルダーをかぶせパーツ03のネジ2本で固定します。これで18号の作業は終了です。